チポジティブ。はい、ポジティブ歴19年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ今日の話なんですけども、今日はですね、僕が最近やってる時間を長くする方法というですねお話をしたいと思います。時間をね長くできるのであればすごくお得ですよね。1日って決められてるわけじゃないですか、24時間ね。でも年を経てば経つほど自分の時間がね過ぎるのが早いっていう人が多いこの世の中で、時間を長くする方法があるんですよ。まあ、それをね今からお話ししたいと思います。結論から言うと、目を閉じて何も聞かない無音の状態で何を考えてもいいという時間を作るというのが結論です。僕がですね最近やってるのは、目を閉じて10分間タイマーをつけて何を考えてもいいっていうことをですね、一度騙されたと思ってやってみてください。この10分間めちゃくちゃ長いですから。今ね世の中いろんな情報がもういっぱいいろんなところにあります。面白いコンテンツいっぱいあります。動画を10分見て、何も考えないで見てるだけだったら10分あっという間に過ぎます。普段の生活をしてても10分あっという間に過ぎます。だけど強制的に止まって、強制的に目をつぶって何を考えてもいいというこの10分間をタイマーをつけて、その10分をやってみると恐ろしく長いです。10分はこれが1時間だったらめちゃくちゃ長いです。これをやることによって何がいいかといったら、何を考えてもいいんです。決めたことじゃない。そうするといろんなことを自分で考えるんですよ。あ、今日は暑かったな、なんで暑いんだろう、普段自分が昔子供の頃はもっともっと寒かったはずなのになんで寒いんだろう、もしかしたら温暖化というのが進んでいって、こんなこの地球、何億年もあるこの地球の中で僕が生きてる42年間の間でこんなにも温度が違うのであれば、これから先この勢いのまま温度が変わっていったらおそらくこの地球は滅亡してしまうんじゃないかなとかですね。だけど別の人が氷河期が来るっていう話もしてたな。今日何が正解なんだろうな。でも実際にも暖かくなってるな、なんで暖かくなってるのかなみたいな感じで、何を考えてもいいんですけど、そう考える自分の中で、何でもいいこの10分間のこの時間というのは意外と自分の人生の中で必要な時間なのかもしれないと。それをね最近僕はすごく気がついてですね、この10分間の瞑想とはまた違うんですよね。瞑想というのは体のいろんな部分をこうねこう一つ一つ開いていくみたいな、まあ、ああいうものではなく、単純に目をつぶって10分タイマーをして何考えてもいいですっていうこの時間を作るか作らないか、そこで感じることっていうのがすごく僕は大切なんじゃないかな。そして時間っていうのは追われるんじゃなく自分が作るもんだな、そうやって10分間の自分と向き合う時間っていうのは僕はすごく意味のある時間かなと思ったんで、最近僕ちょっとやっててですね、あ、すごく時間長いなって感じたので、ぜひともねこれ聞いた人、この10分間のね目をつぶって何考えてもいいというこの10分間タイマーをつけてねやってみてください。意外と時間長いなと気づくはずです。はい、そんなですね、自分の生きる上で実験の中で僕が発見した時間を長くする方のお話でございました。ということで以上、毎日パチベ、ご視聴ありがとうございました。